東方スピークです。ボンレイのボーカルとして一世を風靡した氷室京介がロサンゼルス近郊の大豪邸を売却したとロサンゼルスタイムズが報じている。音楽活動に専念するため氷室は家族と共に1997年から米国で暮らしている。今回売却された豪邸は2004年に640万ドル約7億円で購入したもの。売却額は900万ドル約10億円なので、およそ3億円の売却益が出たことになる。氷室の豪邸はカリフォルニア州の高級住宅地として知られるビバリーヒルズにある。近隣にはパリス・ヒルトンをはじめとする多くのセレブたちが暮らしている。もともと NBA 選手のシャキール・オニールが2004年に売りに出した豪邸で、それを氷室が640万ドルで買ったもの。この豪邸には7つのベッドルーム、8つのバスルームがあり、築面積はおよそ1000平米メートル、テニスコート5面分。他にも映画館に録音スタジオ、ゲームセンター、バー、エレベーター、オフィス、備え付けの熱帯魚用水槽、スタジオ、体育館、テニスコートなどもある。ゲームセンターまであるの？体育館とかは、まあ、シャキール・オニールが練習する場所で必要だったかもしれんけど、氷室京介に体育館必要？まあ、運動不足解消とか、お子さんがスポーツ練習するために使えるとは言えるけどね。浴室も8つもあるの？一人ずつ専用の浴室を使えるってことやね。そやけど掃除が大変。トイレの情報がないけど、トイレも5つくらいあるかもね。1000平米もあって、こりゃ管理大変やね。とにかく豪邸やね。この豪邸を売却した理由は不明だが、氷室は2013年にも950万ドルで売却を試みている。この時は買い手が現れなかったが、50万ドル値下げした今回8月20日に現地不動産業者への売却が成立した。50万ドルはおよそ5400万円、5000万円近く値下げしたんやね。ロスの家を売却して今度は一体どこに住むんやろうかね。日本では世田谷に自宅があるようやし、世田谷の家の工事に行った人の話によると、ポルシェが奥さんのものと2台あったとか。かなり前の話やけどね。一応世田谷に自宅もあるから、そこに戻るのかな。そうなると拠点を日本にというかとか。アルバム「還暦」の制作に向けて水面下で活動しているという情報も出てはいますけどね。氷室の現在の収入に関しては、昔からの曲を含めて億以上のお金を印税で稼いでいるのではないかという噂もある。曲の権利収入、印税推定数千万円から数億円。作詞作曲、プロデュース業、高額グッズ販売などからの収入が考えられる。ボーイ解散後30年以上カラオケランキング140位以内ランクインしてたらしいから、まあ印税は入るやろうね。ネットの声。アメリカは不動産投資が盛んだけど、これだけの利益が出るのはすごいね。日本と違って良い物件は高値で売れるから投資家も多いな。17年経って3億上がるって。日本は不動産がなんで全く上がらないの？収入も物価も低いまま。経済が良くないのは日本は政治家がおかしいってことだよ。8つの浴室ってすごくない？もう各部屋に浴室のついているホテルみたいな感じなのかな。だっていくらセレブとはいえ、連日連夜パーティーならともかく、普通に暮らしていたら使わないもんね。維持費聞いてみたい。群馬に帰って余生静かに暮らしたくなったのかな。ボーイで
ちょっと人気が出てきた頃、お金がなくてこんなことあった、みたいな話が多くて笑ってたけど、将来ロスで7億円の豪邸に住むなんて夢にも思ってもなかったろうな。ボーイサウンド、若い頃よく聞いてたわ。氷室は2014年7月に耳の不調などにより今後のライブ活動の無期限休止を発表。2016年5月のファイナルコンサートを最後に静かな音楽活動に入っている。1981年、松井恒松、布袋寅泰など音楽仲間6人でボーイを結成し、初ライブ後に高橋誠が加わった。同年に3名が脱退し、メンバー4人体制で本格的な活動が始まる。1982年にモラルでレコードデビューした。数々のミリオンセラーやアルバム「ビートエモーション」1986年とシングル「マリオネット」1987年が初登場1位など記録し人気を得ましたが、トップバンドに上り詰めたら解散する宣言を有言実行し、惜しまれつつ解散した。1988年4月、東京ドームラストギグスライブチケット9万枚以上が10分で完売という伝説もあります。もともとボーイの解散理由は音楽の方向性の他にも、氷室と布袋の間で起きた女性問題が原因とする噂など様々な噂があり、特にバンドの解散を言い出した布袋とそれに反発した氷室の間で信頼関係に亀裂が生じ、お互いにコミュニケーション不足に陥った結果、解散が決定的となったとも言われています。氷室は1960年10月7日生まれで現在60歳。2021年7月21日にソロデビュー33周年を迎え、同日にファンクラブの会員に向け動画を配信しています。アメリカに行ってからはや24年が経ってるけど、今回家を売って日本に帰ってくることになれば、今後日本で活発な活動をしていくんでしょうか。今回は氷室京介がロスの大豪邸を10億円で売却し3億円の利益を出したという話でした。ご視聴ありがとうございました。今後も気になる話題をアップしていきます。次回の動画で会いましょう。